ウルチニとは、モンテネグロの都市であり、同国最南端の都市である。この地域の歴史は古く、青銅器時代の居住の跡が見られる。また、紀元前5世紀にコルキスの植民によってこの都市は発見され、紀元前3世紀の詩人、ロドスのアポローニオスにもこの都市は触れられている。 その後、この地にギリシアの影響が強くなってくると、イリュリア人は石の壁をこの地に建設し、そして、紀元前163年、ローマ帝国はこの地をオルシニウムと命名した。そして、ローマ帝国が東西分裂を起こすと、東ローマ帝国の管轄下に入った。中世になるまで、この地はアドリア海における海賊の本拠地の一つとして有名であった。 しかし、この地の住民に対する外部の印象は、意外にもよく、細部にまで気を使い、よく議論するという印象であったという。1183年、中世セルビア王国のステファン・ネマニャはこの地を征服し、その後にこの地は、アドリア海沿岸の重要な都市として栄えた。そして、1355年にこの地の名前がウルツニに改名された。 1423年にこの地がベネツィア共和国に征服されると、この都市の名前もベネツィア語のドゥルチーニョに改名され、アルバニアベネタに属すこととなった。また、この頃、この地の海岸でサラセン人の船が海難事故を起こし、それ以降この地にはアフリカからの人も居住するようになった。その後にこの地はオスマン帝国によって征服され、ベルリン会議で、 モンテネグロ王国が独立し、その領域の橋として編入された。その後、近代セルビア王国、ユーゴスラビア王国、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ユーゴスラビア連邦共和国、セルビアモンテネグロに属した後、現在のモンテネグロに属しているのである。市街地全体の住民の人数変遷は、下記の通りである。2003年時点の民族分布は、 下記の通りである。また、同年の宗教分布は、下記の通りである。ウルチには、モンテネグロの観光地として著名で、2010年1月の、ニューヨークタイムズ市の2010年に行きたい場所31の特集のうちの一つとしてこの都市が挙げられている。モンテネグロや近隣諸国では、最も有名で美しい海岸を持つ都市として、有名であるが、 その他の主要国での知名度は高くないのが実情である。また、この地への旅行者は、隣国アルバニア以外にもイタリア、ドイツ、東ヨーロッパの国々からが多い。羊同士の角をぶつけ合わせる、伝統的な東羊祭りが行われる。この地には、アドリア海沿岸道路が通っている。空港はかつては、ウルチに空港があったものの、閉鎖されて、以降は、 空港はなく、ティバト空港もしくは、ポドゴリツァ空港に行く必要がある。また移動には、バスやタクシーが便利である。ありがとうございます。